あら、これは？はっ、転売されている。かわいそうに、トポトポ帰りよる。めっちゃパパとママ一体どうしちゃったんだろう。何もおまんじゅうぐらいで喧嘩しなくてもいいのに。妖怪の仕業だねこれは。おーい、あ、来た。怖い怖い。あゆなちゃん、くまくん、かんちくん、二人揃ってどうしたの？なになに？へへ、あゆなちゃんにいいものを見せてやるよな、かんち。オッケー、じゃあ行くよ。せーの、じゃーん、メガウォッチだぜ。それん、これ今すごく流行ってるんでしょ。二人ともよくゲットできた、よくゲットできたね。おうよ、予約してから届くのになんと3ヶ月もかかったんだぜ。いや、なんかカンチの家はなんとなくわかるけど、クマもちゃんとゲットしとるんや、そういうの。完全防水の上に耐食構造だから、深海から宇宙空間でも使えて、さらにはカメラや通信に GPS 機能など、全部で108の機能を備えているんだよ。そんなものを小学生に絶対使いこなせない。もったいない。てか、二人で大きさ違いすぎん。へえ、そうなんだ。スマホでも全然使いこなせないもんな。あれ、そういえば私、前にも時計を持っていたような。え、なに、記憶を消されているの？そういえば、妖怪ウォッチのこと何も触れてないもんね。ほんとよ、あれ、妖怪ウォッチ。今の段階で、一個もこう、ふみちゃんの考え方自体に、この妖怪というものが出てきてないんよね、全然。存在から記憶を消された？あ、クマ、そろそろ行かないと。待ち合わせの時間に遅れちゃうよ。おっと、そりゃいけねえな。ケイタを待たせるわけにはいかねえし。あら、ケイタくんと待ち合わせしてるの？あ、三角公園で集合なんだ。一緒に虫捕りしようと思ってね。ねえ、私も行ってもいいかな。虫網はお家にあるんだけど。じゃあ虫網取ってきなよ。僕たちは先に虫捕りしているからさ。バイバイ、あやなちゃん。意外と虫捕りとかに参加するんや。さようなら、また後でね。地図の目的地を目指そう。自宅。虫網を取りに家に帰ろう。そう、この辺のね、ちゃんと信号が押さんといかんのやっけ。渡ります。ピンポーンとか何もならんかったね。これって横断歩道とかやっぱちゃんと渡っていかんといかん感じ。信号あるかと思った。分譲地。え、てか思うんやけど、結構な距離を移動しよるよね。歩道はここかな。全然横断歩道じゃないところを今渡ったけど、まあ大丈夫。そういうこともあるよね。はい、家に到着。虫網部屋かな、自分の。え、どこ？え、どこなの、虫網。さすがに女の子が自分の部屋に虫網を置いとることはないよね、やっぱ。ベランダとか。え、どこに置いてるの？この辺？冷蔵庫。全然違った。え、何？どこなの？お風呂場。え、ここ私の家ですよね。あ、あれ？ガレージとかそういうことか。あ、ここか。やっぱ庭か。虫網を手に入れた。虫網ゲット。みんなと虫捕りに行こうっと。三角公園へ虫捕りに行こう。向かおう。そっか、ダッシュできるんか。一応なんかこの疲れ具合みたいなのもあるけど。なんてことだ、赤
信号だったよ。ふみちゃんはきっとそんなことはしない。やっぱカブトだぜ。クワガタもなかなか。虫はパワーが全てだ。あのフォルムは魅力だよ。カブトかっけえぞ。いや、クワガタだね。ケイタ君も話に参加しなよ。やあ、アイナちゃん。こんにちは、ケイタ君。よし、アイナちゃんも来たし、今から虫取りの競争をやろうぜ。なんかあれよね、アニメ版に比べて、ケイタの輪郭丸いよね。なんかすごい幼い感じがするんやけど。アニメ版のケイタってもうちょっとシュッとしてない？いいね。どんなルールでやる？なんかカンチとクマはなんかそのまんまな気がするんやけど、誰が一番レアな虫を捕まえるか、これに決まってんだろ。いいね。じゃあ後でみんなで集まって捕まえた虫の見せ合いっこしようよ。それじゃあみんな3匹ぐらい捕まえたら一度ここに集合しよっか。ほら、多分ケイタさ、もうちょっと顎あったと思うよね。多分こんな丸っこくてここまで童顔じゃなかった気がする。そうだ、アイナちゃん、これあげる。なになに？スーパークロミツを3個手に入れた。お、なんか懐かしい。あったね、そんな道具。それを使うと虫が取りやすくなるんだよ。ありがとう。それじゃあ虫取り競争スタートだ。もうスタートしてないね。なんか公園から出ていったよ、クマ。よし、絶対レアな虫を捕まえるんだから。さあ、どこにいるかな。あれ、そういえばこんなこと前にもあったような。デジャブ。ま、いっか。木や草むらに近づくと虫眼鏡が現れます。レアな虫がいるか観察してみよう。え、てかさ、この世界はあれなの？ふみちゃんだけが妖怪を知っていた世界？ケイタは？それとも周りごと、町ごと記憶を奪われとるとか？さあ、虫はどこかな？あ、いた！セミだ、セミだ。ウォッチモードで生き物探し。レンズで狙って捕まえろ。レンズが表示される場所を調べるとウォッチモードになるぞ。捕まえたい虫にレンズを合わせてタイミングよく捕まえてみよう。はやしかもすぐにその場で止まってはくれん感じね。びっくりした、逃がしたんかと思った。アブラゼミを捕まえた。ここにはもう何もいないみたいだ。セミ捕まえてもうるさいけんな。あ、あれか、カンチも公園から出てたんだな。あ、アイナちゃん、どう？虫見つかった？この木に何かいそうな気がするな。セミじゃない？あ、でもアブラゼミとは違うね。これはもう目押しっていうか運なんかな。ミンミンゼミを捕まえた。絶対めっちゃうるさいやつ。うわー、出られない。そこにもなんかいる？昆虫は木だけじゃなくてこういった草や花壇にもいるんだ。いろいろ探してみるといいよ。ま、僕が一番だろうけどね。あ、テントウムシやん。いいね。虫やめなくても捕まえれるよ。こないだ私の足にテントウムシ止まっとったんよね。よし。テントウムシを捕まえた。かわいい。これは全部捕まえた方がいい感じ？この辺にはもう何もいないみたいだ、みたいな表示が出るまでやった方がいいんかな。あれ、クマはどこにいたの？次はクマのとこやなって思いよったのに。一番レアな虫を捕まえたのはカブトムシをゲットしたクマだね。で、こんな街中にカブトムシっておるもん？やった、俺の勝ち。やっぱカブトムシは虫の王様だぜ。
すごいね、クマ。へっへー、虫取りにはコツがいるんだよ。場所や時間で取れる虫が変わるから、いろいろ試してみるといいぜ。あと、虫のデータを知りたいときは、このアプリなんかおすすめだよ。お、生き物図鑑アプリを手に入れた。そんなものまでアプリであるんだな。あー、それにしてもあっちいな。もう喉がカラッカラだぜ。確かに、こんな日は何か冷たいものが欲しくなるよね。よし、じゃあ虫取りはこれくらいにして、コンビニに行ってアイス食おうぜ。いいね、いいね。小学生にとっては、贅沢なひととき。くぅ、頭がキーンってなるぜ。なんでアイスを息食いしちゃうかな。もっとゆっくり食べればいいのに。ゆっくりすぎてもね、最後の方溶けてくるんよね。あー、でもうまかったぜ。やっぱ夏はアイスで決まりだよな。ごっそり売れるもんね。ちょっと売る側の立場やけど。ん、どうした。げ、もうこんな時間。俺そろそろ帰らないと。あれ、ふみちゃんも先に帰っておいてみたいな言われたんじゃなかったっけ。大丈夫、そのまま遊びに来たけど。宅配便の荷物をお母さんの代わりに受け取らないといけないんだ。じゃあこれで解散しようか。僕もメガウォッチで試したいことがあるし。そうだな、じゃあまた遊ぼうぜ。うん、またね、バイバイ。解散。さあもう、お、2人は仲直りしたのかしら。妖怪の気配。あれ、なんだろう、なぜかこの奥がすごく気になるけど。思い出や。何それ、そんなとこあったっけ。ちょっとだけ寄り道してみようかな。そんな怪しげな店に。気になる場所へ行ってみよう。何屋さんなの。思い出屋、こんなお店あったっけ。ここで記憶が売られようやね。ちょっと入ってみようかな。奪われた記憶が。思い出屋に入ってみよう。うわ、なんか綺麗、幻想的。でも全然入りたくない、こんな感じのとこ、不気味で。わあ、不思議なお店。何を売ってるのかな。思い出屋の中を見て回ろう。友達と一緒とかならいいけどね。いらっしゃい。何か欲しいものでもあるのかい。え、そのちょっと気になって。個人商店の店ってなんか入りづらいんよね。なんかちっちゃいお店多いやん。やっぱ入ったらなんか買わんといかんのかなって思うけど、基本的に高いし。そうかい、自由に見ていくといい。あら、これは？はっ、転売されている。そういうこと。この時計素敵かも。こうやってまた手元に戻ってくるのか。それはな、普段は見えないもん見えるようにしてくれる優れものじゃ。見えないものって？それは自分で確かめてみるといい。ワンコインでいいぞ。100円じゃ。安すぎやろ。100円？買います。毎度あり。これは盗まれたものよね。手前の獅子舞怖いんですけど。不思議な時計を手に入れた。盗まれる前の話じゃないよね。あれ？この感じ、なんか初めてじゃないような。よね、やっぱり。でも本当に100円でいいんですか？と、ワンコインって基本的に500円とかの方が多いもんね。ああ、お代の100円は外のガシャに使ってくれ。ウォッチのおまけじゃ。お、メダルか。うわー、嬉しい。おじさん、ありがとうございます。思い出屋の前でガシャを回そう。回そう、回そう。これはウィスパーが出てくるのか？
れ？これって普通の石よね。あー、がっかり。いやでもそれが妖怪ウォッチに反応して、え、石のまま？いらないかな。その辺に捨ててはいけない。おい、ちょい待ち、普通開けるでしょ。石だろうがなんだろうが、石なら開けないよ。早くこの玉を開けてください。説明はその後。てか石を開けるってなんだよ。カプセルなら開けるけども。こういう感じなんや。あのでっかい木のところじゃないんだね。ディスパーが出てくるの。封印を解いてくれたお礼に、あなたの執事となりましょう。ウィッス。盗まれる前の妖怪ウォッチ持っとった時はウィスパーは一緒にはいなかったの？